そして白バラ館に集まってくる人々。ええか、あいつらは油断してる。兄弟を見つけて一回談話室に集合や。任せとき。わかった。了解。なんや今の音は。中からみたい。兄さんは何も分かってない。もう僕を優先しなくてもいいって言ってるんだ。何が言いたいのか分かりませんね。20年もほったらかしていたのです。面会にも行かず、手紙さえも書かず、これからはあなたと生きると決めたんですよ。そんなこと決めなくてもいいよ。おいおい、紡ぐ、それはないんちゃうか。こうはな、いつかお前と暮らすために苦労して広告代理店に就職してやな。翔、いいんです。よくないやろ。なんで弟にそんな遠慮してんねん。遠慮ではありません。悪いのは私だからです。こう、お前、こうさん、あんたは何にも悪くない。つむぐ先生も悪くない。つむぐ先生、ほんまはそういうこと言いたいのと違うやろ。お兄さんにもっと自分自身のことを大事にしてほしいと思ってるんやんな。うん、兄さんに僕のことで我慢してほしくない。私は我慢なんて。